ランタン・リルンとは、ユーラシア大陸中央部に存在する、ヒマラヤ山脈を構成する山の一つである。山頂の現在の標高は7000メートルを超えている。東の方向から見たランタン・リルン。リルン氷河も見える。別な角度から見たランタン・リルン。ランタン・リルンの山頂の標高は、約7234メートルである。この山は、おおよそ北緯28度15分27秒、東経85度30分57秒付近に位置しており、この場所はネパール中部のバグマティ県北部で、チベットとの国境付近のラスワ郡に属している。バグマティ県に属する、この付近の3つの郡、すなわち、ラスワ郡とシンドゥーパルチョーク郡とヌワコット郡にまたがる。面積約1710平方キロメートルの土地は、ネパール政府によって、ランタン国立公園に指定されている。この付近は、ヒマラヤ山脈の一部なので、公園内にはいくつもの山がそびえているわけだが、それらの山の中で最も高い山、つまり、ランタイ国立公園内における最高峰がランタン・リルンである。なお、ランタン・リルンの東側斜面を、リルン氷河という氷河が流れ降っている。AB ヒマラヤオブネパール、ブータン、シッキム&アジョイニングリージョンオブチベットハットミシュラ、PN、ザロングタン、ナショナルパーク、A Proposed First Biosphere Reserve in Nepal、ジャーナルオブザ、ナショナルサイエンスファンデーションオブスリランカ31、333、335、内藤望、門田努、藤田浩二、坂谷典子、中尾正義、サーフェイスロアリングオーバーザアブレーションエリアオブリラング、グレーシャー P41、P42。ありがとうございます。